はい、ありがとうございます。うわ、よかったじゃん。だからやっぱこっちも見えたんだね。真ん中来たの？あ、大丈夫です。大丈夫。あ、どうもです。あ、どうも。あっさりと焼き物系とちょっとあったまる系というか、最後に鍋鍋行きましょうか。はい、てか今はあっさり系言ったら明太子、卵さ、鍋
んなに良かったんだ。だからやっぱこっちも良かったね。マヨネーズとこの甘さのなんかバランスがいいですね、ああそうだね、みんなに迷惑かけるもんね。うちの国っていうか昨日土日月で今姫路に行ってるけど、出張に明日帰ってくる、それでもらってきたら大変だろう。うん、うん、そうそうね。すいません、カルビ焼きいけません。カルビ焼き。年末とかどうでした？やっぱ忙しかったですか？なるほど。なんか年末結構なんか飲み屋街っていうかお客さん、そういうキャバクラとか行く人多いって聞いたんですけど、多かったですかやっぱり。そういう人もおる。だけどまあバラバラだけどね。そう。だけどみんなできん人はできんか。いつしても。この間ここのお客さんで知っとる人がな、なんか顔ができるって。顔？ああ。なんか欲しいって言ったら、あの話じゃない。だけどあんちゃんのママがええやでって言ったら絶対怒るわ。あ、ありがとうございます。ママとこの時間が一番甘いわな、あれ。おいしい、みんなおいしいっていうか、マークですか、かわいい。あ、ほんのか。いつも5キロ買うよ。それすぐ見てる。はい、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。真ん中来たの？ああ、大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。すごい、
それ辛いやつ。そうですね、あの辛いの好きです。そうですね、辛いの好きです。辛そう、全部の時は辛い。発展作用があるから嬉しいね、誕生日の。すごいですね、うん、これはこれはいいよ。うん、網入っとったな。こういうタイプは腕立てに出していいな、うん、幸せになるんで、いいですよ、はい、見たら幸せになる。気に入ってんですか、うん、なんかこれ気に入ったの、うん、大好き。この上に貼ってます。暑いな、暑いな、暑い、だからこれ暑いな、暑いな、可愛い、スポーこれなんか持ち手ね、消してるのが。下がって、それここに貼った雰囲気が OK に立つ、うん、この人たちの雰囲気が絡まる。この虎がものすごい上だから、この字が、うん、字書けるのがすごいよな。みんなよ、うちの娘もよ、すごいな、うん、できるのすごいから、関谷もものすごい上手、何でもできる。お店で来ましたね。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっと待って来ますんで、あの。まだ寄ってください。はい、待ってます。カメラ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。また寄ってください。はい、YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。